アンソニー・タラモロッシは、イタリア系アメリカ人の起業家であり、発明家。1947年アメリカ合衆国のフロリダ州ブレデントンにトロピカーナプロダクツ社を設立した。50名で開始されたフルーツインダストリーズ社は、2004年時点で従業員数が8000名以上へと成長し、複数の製品へと生産ラインを拡張しながら、 世界23カ国で販売されたことによって、柑橘類のジュース販売における世界有数の企業となっている。また、米国のフルーツ飲料市場でも24%のシェアを持つミニッツメイドを上回る33%のシェアを締め業界主位となっている。チルドジュースでは39%のシェアを持つパイオニアとなり、濃縮還元されていない。 オレンジジュース部門で70%以上の売り上げを占めている。ロッシュはフロリダ産の柑橘系ジュースを学校給食に採用するプログラムにも取り組んだことでこの分野においてもパイオニアであった。その後、宗教志向の実業家として著名になり、毎年シチリア党の巡礼を欠かさず、そこで教会の設立に関しての支援も行っている。 米国国内では宣教師であった2番目の妻となるサナモリソン・バーロー・ロッシュと1959年12月1日に再婚しており様々なキリスト教の支援プログラムに資金提供を行うオーロラ財団に対し寄付も行っているロッシュは1900年9月13日シチリア島メッシーナで9人の子供を持つ家庭で生まれる高校卒業後 アフリカでの映画制作旅行を計画しており、その資金調達のため21歳でわずか30ドルを握りしめ、ナポリからニューヨークへ4人の友人と共に渡米する。滞在中資金稼ぎのため労働に出ているが、そこでアメリカの一攫千金が狙える雰囲気に夢中になったことで映画制作の夢は忘れ去られている。機械工の女子から始まり、数学と機械の専門技術者としての教育を 受けているが、最終的に、タクシー運転手として働いている。1920年代後半に、ロングアイランドにあった、アメリカ初となる、セルフ式の食料品店、オーロラファームズマーケットを購入し、そこで13年間経営を行っている。1940年代初頭、生まれ故郷シチリアに似た気候を持つ場所に住むことを、絶望していたロッシは、農民として、 バージニア州に移り住んだ後、トマト農家になるべく、フロリダ州へと転居しており、マナティ郡にある小さな港湾都市ブレーデントンに定住し、50エーカーの借地農場でトマト栽培を開始。同時期にブレーデントンにあるカフェテリアも購入しており、そこで提供された新鮮な食材を使用した料理は人気を博している。1944年には、 マイアミビーチにあるレストランを購入し、事業規模を拡大させているが、第二次世界大戦の開戦によりアメリカ国内ではガソリンが配給制となった結果、観光産業が大きく打撃を受けたことでロシは飲食店業界から撤退している。撤退した同じ週に新規ベンチャー事業を開始しており、これはフロリダ産のフルーツギフトをニューヨークにあるメーシーズなど、 有名百貨店に卸す事業であった。この事業は大きく成功を収めており、この事業で得た資金を元で2947年、ブレーデントンの隣町であるパルメットに転居し、梱包事業を行っていた企業を購入し、マナティーリバーパッキングカンパニー社を設立。そこで、地元フロリダ州のスーパーを介した購入ではなく、一時、生産者から直接果物を買い付け、 梱包と輸送を行ったことで、コスト削減と鮮度を向上させることに成功している。ロッシのフルーツギフトは、人気が高まったことで、全米配送へと規模が拡大。この時期にチルドフルーツの瓶詰め事業が開始されており、これは、従来のフルーツギフトでは大きな果物が選定される、機械が多く廃棄される、小さな果物の使用法を模索した結果、果汁を絞り、 飲料の状態として販売することを考案した。また、冷蔵トラックの開発も行っており、従来の果物ギフトと瓶詰めされた飲料を冷蔵車を用いて同時に出荷することでこの問題を解決している。1949年、工場は再度ブレーデントンに移転しており、ここでフルーツインダストリーズへと解消。すぐに、ロッシュのオレンジジュースは評判となり、 商品名としてトロピカーナを採用し商標登録を行い、トロピカーナはウォルドルフ・アストリアなどの高級ホテル向けへの出荷も行われている。フロリダ州ブレーデントンに係かるマナティーガー橋を渡るジューストレイン1957年フルーツインダストリーズ社は商品名であるトロピカーナに社名を変更する。 トロピカーナの人気が高まるにつれこの年から数百万ガロンの新鮮なオレンジジュースをニューヨークへ輸送するための船舶を購入し、SS トロピカーナと命名を行う。この4年後、フロリダ州の果物農家は深刻な例外に見舞われたことで生産量が急減し、ロッシは新たな供給先としてメキシコに目を向けるが、検疫によりオレンジを国内に持ち込むことができないことが、 判明している。そこで、ロッシュは、メキシコ国内に処理プラントを建設し、米国の方に乗っ取った処理を行い出荷することで、これを回避している。企業は、順調に成長し需要が伸びたことで1970年、トロピカーナジューストレインを開発。この貨物列車により、毎週100万ガロンのオレンジジュースをフロリダからニュージャージー州へと輸送している。ロッシュは、 トロピカーナ製品が全米で有名になると、学校給食に新鮮なオレンジジュースを提供すべきとの提案を行う。トロピカーナはフレッシュジュースの製造企業として世界60カ国以上で愛飲されるグローバル企業となり、ロッシにはフロリダの柑橘類の殿堂からフロリダのチルドジュースの父の称号を与えられ、殿堂入りを果たし、 1987年にはフロリダ農業の殿堂入りも果たしている。1978年8月、会長であったロッシは、トロピカーナ社をベアトリス社に対し5億ドルで売却し事業から引退。その後、この売却益を用いて、世界各地でキリスト教に関する宣教師村の建設や、視覚障害者や受刑者に対する聖書の配布など、事前事業を開始している。 1993年1月24日の日曜日、フロリダ州ブレーデートンで成去。去年92歳ボーツ、25ドルともありがとうございます。